下と、スリッパを履いてます。コートも出したって。あ、この間あのねお洋服を冬服に変えたんだけど、そう今思い出した、今コメントで思い出したけど、そういえば私コートを出すためにお洋服を冬仕様にねしたんだけど、大事なそのコート今気づいた、かけてないや、なかったや、あれどこにあるんだ、ちょっと聞いとこう、メモしとかなきゃすぐ忘れちゃう。コートね、コートか、そうだ、そうなんかねニット系のお洋服はいっぱいあったんだけど、コートそういえば見つけてない、あれ全然ないや、私が欲しかったコートが全然ない、本当に、ちょっと探しとかなきゃいけないっす。今日誕生日なのお祝いしてほしい、野菜ちゃんおめでとう、わーい、おめでとうございます。ブーブーか見てありがとう、嬉しい、コートめっちゃ欲しいですね。あの好きになりたいだっけ、違う好きと言わせたいかな。なんかアイズワンのMV でコートを使った演出あるじゃないですか、それ見てるとみんなもう可愛くてコートいいなって思って、買いたい、コート好き。ネイル見せて、ネイル自分でやったシルバーかな、にゃ本当は公演、チーム公演、くじ引き公演始まったから七色公演だから、その赤チームなのだから赤色のネイルにしようと思ってたんだけど、なんかどきついやつしかなくてフレッシュな感じにしたいなというか冬っぽくしたいなと思ってやったんだけど、これとオレンジ系のあったからそれ混ぜてやったらなんか煉獄さんみたいなネイルになっちゃって、なんか炎みたいな感じになっちゃったからちょっとあれだなと思って落としてこれにしました。シンプルが好きなんですよね、ネイルはわりかしシンプルにしました、冬っぽいし、雪、スノーあ、バズッキーニ早く食べたい、あー、ねずっさんありがとうございます。そう、なんとプロデュースしてたパイがなんかこうね、博多丸井さんで2週間くらい期間限定でやらせていただいたんだけど、そうなの、なんかね全国通販できるようになったんです、イエーイ、パフパフ、嬉しい、やったー、ピース、嬉しいですね。でもごめんなさいなんですけど送料が高い送料高いよね、本当にごめんね、あーよちよちふざけんなってね、そう送料がわりかし結構高くて、まあそうですね、厳しいなって思う方もいるかもしれないんですけど、まあちょっとネタバレするとまだまだ嬉しい報告もお知らせもドカンといっぱいあるので待っててね待っててねまだまだ嬉しい、ありがたいお仕事も今着々と増えていってて、すごいお仕事がまだみんなにはお話できてないけどすごい順調なんですよ、自分で言っちゃうけど、だから本当ありがたいですね、順調です、いい感じに、わかんないです、まだ発表されてないからどれがどうなるかもわかんないんですけど、ありがたく、コロナの期間はずっと本当に自粛中だったから、その何も仕事を手に取れない感じだったんだけど、多分コロナとかも収まってくれたらもっといろいろ活動できると思うし、公演も始まってきてるじゃないですか、なのでまだまだ待っててください、はい、待っててね、あとミクも人気になって頑張ります、お仕事増やせるように、はい、もう本当に頑張りますまだまだそう、はい待っててください、今日はもうお仕事終わったの、だって
そう、今日はもう仕事終わりました。今日は朝から周年公演、今度26日あるので、それのリハーサルというかレッスンやってて、その後に握手会あったから、今日はオンライン握手会やってました。で今終わってもろもろ家に着いたくらいで配信しました。明日もショールームできるので待っててください。明日も集合な、約束だかんな。唇の色濃いですか？濃くないですよ、ピンクだもん。光がさ、多分頬とかがツヤってるから、反射してるからそう見えるんじゃない？本当絶対かな、待ってんかな。今日はカラコンしてないの？カラコンしてない、なんかカラコンしてない。ヴァイオレット・エヴァー・ガーデンは好きですか？だって大好きです。でも最近見てから結構経ったから、ほぼ内容忘れたけど泣けるよね。泣けるだけ覚えてる、泣ける可愛いだけ覚えとる、いい子だけ覚えてる。みくりん花粉症、花粉症だった、花粉症、犬アレルギー、ハウスダスト、猫アレルギーかな。わかんない、アレルギー結構いっぱいあるんだよね。でもうち意外と大丈夫、花粉症。なんかそういうのって治るらしいよ、アレルギーって食べてるものとかに限り治るらしい。だから多分治ったと思う、わかんないけど。気にするとさ、余計にムズムズするじゃん。気にしないのが一番なんですよね。バカは風邪ひかないとかも言うじゃないですか。だからうちは本当にあんま風邪ひかないんですよね。やばいって思ったら悪化すると思うんですよ。だからうちはもう常に自分は元気だと思って過ごしていると本当に風邪ひかないよね。毎日ね、体温も測ってるんだけどね、いいんだよね、バカは風邪ひかないんだよ。わかんないけど。あ、ね、博多のイルミネーション始まってるでしょ、行きたいんだけどね、めっちゃ忙しくて今月、あと行く相手がいないんだよね。メンバーもね、なんかね、みんなね予定が合わないんだよね。あんまり行きたいと思ってるんだけど、今ダイエット中だから行ったら絶対ココアとか飲むじゃん、って感じで。もまあ見たいなって思ってる、すごく、でもまあ12月とかまで多分あると思うから、まあ様子見。様子見やす、様子見です。まあでも一人でも全然行くけどな、行くけどなんか交通費無駄だなって思っちゃう、なんかわざわざ行く。まあそこまでして見たいとも思ってないんだよね。なんかね、東京のさ、なんかイルミネーションとか綺麗なのとかは別にもう一人でも行きたいって思うくらい綺麗だったり、行きたいの、そういうの好きだから。でもなんか博多のイルミネーションとかはなんかそのわざわざそのために一人で行くっていうよりかは、パッと博多駅通った時にファッとイルミネーションがあるのがグッとくるんだよね。うん、って感じです。あ、タワー来てるじゃん。本当だ、ありがとう、教えてくれて。ただのメガネ一太郎、あ、タワーありがとうございます。ごめん気づかんかってん、ありがとう。嬉しい、話しましょう。ありがとう。どこ、どこにいる。仲良い。待って、一太郎どこなの。コメントしてよ、何か話そうよ。せっかく気づいてくれて嬉しいですよ。だって気づくでしょ。気づくでしょ。ありがとうございます、本当に嬉しいです。わざわざ大好きだよ、一太郎、ありがとうね。ねえねえ、最
最近ね、なんかすごい肌がすごい綺麗なの、自分で言うけど。パックしてるから。あ、タワーかな。タワー来たよ、タワー来た。これか、え、違うか。これですね、一太郎さんですね。ありがとうございます。髪伸びたね。ね、みんなこっちのさ、髪のさ長さと今こんぐらい、結構伸ばしててずっと今ね、結構こんぐらいなんだよね。でもこんぐらい、こういう感じ、今こんぐらいの髪とさ、セミロングだっけみたいな、こんぐらいの時期あったじゃん。どっちが好き？こんぐらいと、迷ってんだよね。髪の毛綺麗すぎて、ありがとう。か、こんぐらいか。悩んでて、結構伸びたよね。そう、結構伸びたんだよね。まあ、いずれアイドル自体にはいつかはボブからショートにもしようと思ってるけど、一応こっちかセミロンか迷ってんだよね。でもセミロングの写真見た方がいい。セミロングもごめん自分で言うけど似合うんですよ。多分伸びた方が大人っぽくって、セミロングにしたら幼くなるのかな。どうなんだろう、反対かな。こっちか、ちょっとなんか今ね、これでやったらダメだ、全然あれ似合わない。こんぐらいもいいけど迷ってる。こっちかこっち、うん、ここら辺かな。いい感じ、迷ってんだよね。ちょっとアンケート取ろう、投票。じゃあ1が今で、2がセミロング。投票開始。どっちが好きですか？インスタの写真とか見たら分かりやすいかもしれない。インスタはロングとセミロングどっちも載ってるから。どうぞ。1がロングで2がセミロング。迷ってんだよ。選べないよって。選んでレインボー、レインボー。選べ、選べ、選べ。じゃあ投票終了するね。3、2、1、終了。あ、どっこいどっこいだけど、わりかしロングの方が多いんだ。じゃあこのままでいっちゃえ、このままでいっちゃえぐらいで、もうちょっと伸ばそう。じゃあ切るか迷ってたの。もうちょっと伸ばして、ちょっと飽きたら切るな。飽き性なんだよね、わりかし自分に。来たら切る。スタバの新作飲めてよかったね。だって美味しかったけど、わりかしなんかでも、まあ、ベリー感強かったな。うん、前髪切る予定、前髪ね、そうね、そろそろ切ろうかなと思ってるぐらいかな。うん、ちょうど目にかかるからさ、痒くなっちゃうんだよね、目がすごく。うん、なんでも似合いですやん。だって、うまいですね。この冬三角チョコパイ何個食べた？この冬三角チョコパイ 2?1? 分からん。三角チョコパイでも、うちなあのマックあるじゃん、マックの月見パイがのあのあんこと餅のやつめっちゃ好きだったんだよね。あれ超好きだったんだよね。あれは結構好きだったな。ホワイトモカのウィンターバージョン飲んだ。あ、え、飲んでないと思う多分。え、そんなのあったっけ。あった、なんかさしこちゃんも好きで、そうそう、クリーンコラボの新曲聞いた。え、もうすぐ見た、すぐ見た。 MV 最高だしいいよね。ええよな。
シマウマバー食べて、今冷凍庫にあります食べようと思って、そうハロウィンの日にさ、シマシマウマウマバー買って食べようと思ったんだけど、結局板チョコアイス食べちゃって、ずっとあれからハロウィンの時からずっと冷凍庫ある。食べるあげんけどあげんけど、うん、さっきボム買ってきたよ、だって、うん、ありがとうございます。あ、ちなみにあのアンケートもあのよろしくお願いします。あのまたみくりんの、表紙が見たいです、 HKT 最高みたいな感じでね、あのね、お願いしますみたいなね誘導誘導しちゃう、ね、ありがたいですね、はい、ありがとうございますあ、もう帰って出したけど、あ、ありがとうございます、あ、嬉しいですありがとうございます、嬉しいですフ褒め倒しておきます、あ、ありがとうございます、嬉しいですありがとうございますありがとうございます、無料でね、はい、できちゃうのでわらわらありがとうございます。今日なんか大人っぽい気がする、なぜだ、だって、え、メイク水のに大人っぽいですか、な、多分ね、髪が伸びたけんじゃないですか、うん、髪が伸びたからだと思うけど、うん、ガチメイク水よ、だって今日肌な、あれクマ隠してコンシーラーだけしかしてないですもん今日、コンシーラー最近ずっとそうなんですけど、なんか肌の調子がいいからなんか下地からするのがなんか逆にめんどくさくなっちゃって、やっぱね素のね良さをね使いたいじゃないですか、だからもう化粧水と乳液したらコンシーラーって何か、なんかクマ隠すファンデーションなんだけど、もうそれペッ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 って出てきた、なんか鼻がめっちゃ綺麗いつもだけど、え、ありがとうございます、鼻が綺麗なんだって嬉しいですね、鼻綺麗ですか鼻が綺麗ってどういうこと、ありがとう、嬉しい、確かにツルツルーンってなってるね、鼻ちゃんね、顎も綺麗ですか、ありがとうございます、顎はよく褒められます、早く痩せてシュッとしたい、うんパイの通販ありがとうございます、だって、こちらこそありがとうございます、おめめが理想すぎてチュルンおめめ可愛いです、ありがとうございます、いる、あげるよやっと嬉しい鬼滅誰が好きかな、だって私は、うん、なんかず結構推し代わりがわりかし激しくて、今一応、まあ、映画も見たし普通に単行本でもう鬼滅の最終話まで見たんだけど、ネットフリックスだけ見て軽くパッと見てた時期はあの禰豆子も可愛いけど、まあ善逸だったんだよね。でも鬼滅を見てからはなんかね、鬼滅の映画を見るってなってネットフリックスの鬼滅の刃一から見直したら、炭治郎と禰豆子っていうミーハーになったんですよね。はい、で、最終話まで全部読んで鬼滅いろいろなんか調べてたら、あの結構ペア推しが好きで、うちだから最初もなんか善逸と禰豆子のペアが好きだった。そで、その後炭治郎と禰豆子のペアが好きだったんよ。でその後誰になったかというと、義勇さん、富岡義勇さんと富岡義勇さんのおじいちゃんカラスですはい、が好きですね今。
あんまし、その富岡さんのカラスと登場してないんですよ。でもなんかそのイラストを集めてた時にうちがなんかその富岡さんのねカラスってそうおじいちゃんだからなんか戦闘中にひょこって現れたりなんかその情報を聞き間違えて言ったりするらしくて、それにいつも義勇さんがなんかハラハラしてるんだって。なんかそれを見た時になんかグッと来ちゃって、え、何よおじいちゃんカラスかわいいみたいな、キュンじゃんって思って今カラス推し、カラス推しって初めて聞いた。そカラスかわいいなって思って、え、炭治郎炭治郎みたいな、西へ行けって言うじゃん、かわいいって思って、何みたいな。だから今はあの富岡ちゃんと富岡ちゃんのカラスちゃんがかわいいでちゅ、うんうちやんと思っても、あーっつってチュン太郎、まあまあチュン太郎は普通かな、まあ普通に可愛いよね、うん、チュン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 っていうやね、チュン太郎可愛いよね。チュン太郎ってさ、チュン太郎って言うけど女の子じゃない、あれ可愛いよね。チュン太郎チュンチュンって言ってね、チュン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 言ってね。あん、うずい天元さん、うちもうずいさんかっこいい、うずいさんかっこいいよね、普通に派手派手だっつってな、なんかかっこいいよね、うん、かっこいいかっこいい。メクリンのモノマネシリーズ増えた爆笑だってマジで、に本当増えた、嬉しい、それはありがたいね、やったやったみんななんか好き、もしもし聞いてますかっつってね、しのぶさん大好き、富岡さんっつって、あっしのぶちゃんってなっちゃう、面倒見てってなっちゃうね、いや鬼滅みたいな人は何のことか分かんないですよね、すいませんうん、 TikTok 開くとさ、鬼滅の刃と最近猫と動物犬とか見すぎて、おすすめの欄になんか鬼滅の刃の声真似みたいなやつと犬と猫と動物爬虫類系しか出てこん、うちのおすすめ欄 TikTok の猫今日どこでやってんの、あ猫今日会ってない、あれめっちゃ前の写真、みかんちゃんかな、みかんちゃん夏みかんさんと会った時だっけ、いつだっけな、そこら辺会った時、私は猫になりたい、猫になりたいって歌ったよね秘宝ってまとめられてた、どこが秘宝なんですか嬉しい、やった、みんなミクとしたいんですか、あんあん100人キスを触れる性別不明って女の子だよ女の子だよ羨ましいって、羨ましかったって、あ本当これ、ね、薄い反応しかできない、あ本当よかったよかったじゃないや、悲しいね、よかったな、うん、ドラマ何見とる、だってドラマ今全然見てない、何見たかな、でも失恋ショコラティエってさ、ふっとした時に見たくなるね、冷たいぞだってうち冷たいんよ、ごめんけど、うちもうね冷たいんよね多分ね、優しくしろってね感じだよね、ごめんね、冷たいのうち今日は、うん、ブラックだから、ここへネットフリックスではドラマ何見ます、ネットフリックス、ネットフリックス今ね、フールの方見てるんだよね、ジョジョ見てる今、ネットフリックスはね何見てたっけな、なんか見てたんだよね、あベビーシッター見てた、ベビーシッターだっけ、あなんか海外の映画
とかドラマ見てて字幕付きのやつ見てた。アメリカとかかな見てたかな。ジョジョ見てんの？だって見てるよ、うん、見てる見てる。ジョジョ1最初の方を見て飛ばし飛ばしで、うん、うん、かな。ジョジョおもろい。ジョジョ何部か気になる。だって本当ありかしょほぼほぼあれだけど、うちでもうん結構だ、何でも好き。うん、ヤクネバ映画だよね。ね、そうね、ヤクネバ。でもね、ヤクネバ見てるからなーって思うんだよね。もうなんか鬼滅の刃見ちゃって、なんか結構満足した感あるうちの中で。え、そうなんかね、ネットフリックスでもジョジョあってんだけど、なんかフールの方が5部とかやってるじゃん。だからフールの方見てる今かな。うん、でもそっちの方が部が長いんだよね。4部見てほしいだって。ほんとフールにあるのか。そう、フールは結構あるよ。黄金、お、あ、そうそう、あ、そうそう。鬼滅って泣いちゃうの？だって。え、でもうち一人で映画見に行ったんだけど、結構なんか終盤らへんはなんかみたいなのがいっぱい聞こえてきました、周りから。なんかみんな泣いてました。うちもハンカチとティッシュ一応持って行ったんですけども、両方使いましたね。はいはい。でも結構あれかし、情報を踏まえて、誰が誰って踏まえた上で見に行った方がいいなって思うけど、なんか鬼滅の映画最初なんかこうみんな名前呼んでいくんですよ。例えば善逸とか炭治郎とか名前をわざと呼ぶんですよ。みんなが多分分かりやすいようにそういう演出にしてあるのね。そうだから誰か誰かがその最初の方に分かると思うし、自己紹介もされてあるけど、一応まあ見に行った方がいい、ちゃんと調べた上でやった方がいいかな。へえ、あ、そうなんや。え、大体そういうさ、なんか構成的にさ、なんかそういうアニメとかもそうだけどさ、自己紹介最初にするじゃん、初めて見る人のために。か自己紹介しなくてもさ、わざと名前呼ぶじゃん。なんとかじゃんじゃなくて、ただ炭治郎なんとかじゃんって絶対名前、相手の名前呼んで分かりやすく説明するじゃん。それだから多分分かると思う。うん、分析班だからキャッチフレーズとかせんけどそういう演出あるじゃん。うん、あれと一緒で、あの仁義なき戦い、懐かしい。牧原みくりんの自己紹介、みくりんの自己紹介はもう何だったかな、忘れたよ忘れちゃったよ。みくりん自己紹介して、うちキャッチフレーズないんですよ。はい、熊本県出身の19歳みくりんこと田中みくです、なんですよね。でも昔は、はい、熊本よりも愛されたいみくりんこと田中みくですみたいなこと言ってた、あのお披露目の時は、うん、懐かしい声高かった。震えるとうち声高くなるんですよね、声今はあんまし緊張しないけど、あーでもこの間のね公演はねめっちゃ緊張した。あのこけら落としと、あのレッドの公演がめっちゃ緊張したんだよね。本当に緊張した、あう緊張しましたよ。もういや、じゃほぼ全曲並みにやったことないもん。やったことあるのカメレオン女子高生くらいじゃないっていうくらい、全部と走れペンギンくらいじゃないっていう、全部やったことなくてもう緊張した。でも真っ赤なアンブレラめっちゃ好きな曲だったからセンターできて嬉しかったです。本当に楽しい公演でしたよ、うん、緊張してるように見えなかった。だってうん、見えなかった。だってやっぱね、もうやっぱでも
表情うまいんだよってね。でも全然ダメでした、本当に。もう次はあの一回終わったらねちょっと安心するんで、次はもうそうですね、もっと表情頑張る、えいえよフフ色別公演楽しそうやって、あーね、あのねファンのね、あ15日楽しみって、あ15日も出るの楽しみ、みくもファンのね人がねオンライン握手会でね、なんか何だったっけ、うちがこの間初日を迎えた時に出た時のチーム色あるじゃん、そうずっとあのまま多分行くって思ってたから、なんかファンの方的になんか、いやー本当ね押し通しがね被んなくてねよかったよーつって、ミクのお家はだけ持ってきて本当によかったーみたいなこと言ってきたの。だからえよかったじゃんってみ、この心のね中でねずっとなんかねず毎回変わっていくの、毎回そのチームごとに色は変わりながら、なんか変わりながら変わりながらこう出ていくんだけど、多分ファンの人はその時知らないから、いやほんとさ押し通しがさかぶんなくてさよかったよみたいな、いやほんとね組み合わせもよかったよほんとみたいなこと言ってたの、お前ディーリバレちゃうよみたいなこと言ってて、ミクはえほんとねよかったねとかね言ってたんだけどね、心の中ではね15日の公演は変わるんだよねってずっと思いよったそえそうなのって、そうずっと変わるんですよ。だからもしかしたらそのファンの人推し通しが一緒になっちゃうかもしれないので、あのその時はもうえ何うち持ってんのえみたいになっちゃうかもね、知らないですね、まあ、でもミクは優しいからまあってやりますけれどもね、推し通しが一緒になっちゃってもあああああってなっちゃうかもしれないですねバルリンだって、バルリン、いつの日かあなたの推し通しが一緒になるかもしれません、早くそんな日が来ることをうちは願っていますうちファンの人が困ってる顔見るのめっちゃ大好きひどなんかうちめっちゃ大好き、なんか握手会だ悲しいんですよね、なんか今オンライン握手会じゃないですか、あのねオンライン握手会じゃない普通の連で直接会えてた時の握手会の時はなんかうちのファンの人が他のところに並んでっていうのを見つけて、そのファンの人と目が合った時にファンの人はなんかみたいな顔するんです、みたいな感じにするので、ミクはもううーんってやるんですけど、もうそれがめっちゃ大好きそのちょっと困ってる感じの顔がいいですよねそうすぐ見つけちゃうの、自分は見つけたくないよ、あんまりそういうの見たくないもん、悲しいから。まあ別事前に報告されてたりとか、別にそのミク楽しいよって言ってなければ別にいいんだけど、うちも見つけたくないんよ極力。でも見つけちゃうんだよね、なんか目がなんだろうね、多分オーラ運命の糸がみんなとつながれられとるから気づいちゃうんだよね、多分そう、多分ミクの握手会に来た人とはもうみんなそこでも手錠をかけられてるのか、もうね赤い糸で結ばれてるんです、まあ赤い糸でうちらみんなここにいるみんな糸で結ばれてるんだけど、多分その人が浮気をしたらその糸がねピーンと反応しちゃうんですよね、うん、だからもうちょっとピーンとミクリンセンスが多分反応して気づいちゃうんだよね、うん、気をつけてねなんか今オンライン握手会だから普通になんかえなんとかさんだみたいな、同じお部屋で何人か別れてやるからさ、なんとかさんだみたいな声聞こえるとえみたいな思いますよ、なんか結構ファンの人はオンライン握手会だから違うところ行ってもバレないって思ってるかもしれないんですけど、名前呼ぶじゃないですかメンバー、名前が聞こえるのよバレとるのよ、うん、うん、教えてあげるけどバレないかと思いきやね、そうね、バレとるもん、
じゃなんかね、そう多分ね、そうなんだよ耳いいんです、うち目もいいし耳もいいし、うち鼻もいいし口もいいんですよ。口もいいはよく分からんけどよく食べるんですよ、うん、耳いいからさ、そううちイヤホンしてるのに聞こえるんですよね、本当に。なんか多分前世あの聖徳太子ですか、ね、何人もの声が聞こえるみたいな言うじゃないですか、ぐらいやばくてね。イヤホンしてますよ、うちもイヤホンしてるんだけど、話してるけどうちも聞こえるんだよね、病気じゃないって耳がいいんですよ、すごく、うん、なんかすぐなんかなんとかなんだって聞こえる本当に。どうですか、オンライン握手会どうですか、いい感じですよね。でもオンライン握手会ね、いい感じ。そうちょっとラグがあったりもするけど、でも慣れてきた、あよかったあそう AKB さんのも発表されましたよね、ね本当、うん、発表された。ミクリン可愛すぎて語彙力失った、だって、ちょっとちゃんとくさん、そうなんオンライン初めてだよってね言う人が結構いたんですよね。なんかショールームを見ててオンライン来ましたみたいな人も結構いて、あオンラインが初めてなんだって思って、うち的にはめっちゃ嬉しかったかな、うん、嬉しかった、ありがとう。そういう人を大事にせななってねみんな大事みんな大事、昔から応援してくださるファンの方も今好きになってくれたファンの方もみんな一人一人大事ですよ、はいねえ前髪長いでしょ、ちょっと伸びたんだよね、とめっちゃ伸びた、普通にもうアイロン持ちてきたからね、うん、ん何ドラえもんって、のび太くんぼくドラえもんのび太くんダメじゃないか、え全然似てないんだけど、ドラえもんの声ってさどういう声やったっけ、ぼくドラえもんああのび太のび太くんどうして君はいつもそうやってなんか古い声、ドラえもんの古い声かな、似てないけど面白い少しカラス入ってんだよな、だってちょっとねいろんなのやりすぎちゃって分かんなくなっちゃった、声の声帯が。のび太くん結構に似てる、ありがとう、タケコプター似てない、なんなんだろうな、どうすればいいんだろうな、タッタッうんうん、のび太くんタケコプターちょっとできんわ、できへんかった、タケコプターも落ちるわって全然ね、あ新規のミクリンファンですだって、ありがとうございます。今でもファンになってくれる方は何をきっかけにねなってくれるんですかね、嬉しいですね。マイメロはだってクロミちゃん見たよ、もうよそ見しないで、どうかなどうかなどうかな、クロミちゃん
けど、うん。うん。クレヨンしんちゃん、おほーい。野原しんのすけだぞー。できない。できないです。できない。ひまわりのモノマネができるよ。あい。あいや。あい。ってね。ひまわりでね。あいや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 。あい。あい。うー。あい。見てませんか。おい伸びた。ジャイアンはナコがうまいんだよね。できないですね。ねずこやってだって。うんしか言えん。しか言えないね。はい、このくらいにしといて。プーさんね、うちね、プーさんの声ね、聞いたことないんですよ。プーさんの声は、なんかプーさんのモノマネをした人の声しか聞いたことないんですよね。はち、はちみつ食べたいな。はちみつはどこだ？ぐらいな感じですよね。そういう感じですよね。それぐらいしか聞いたことないんですよね、うち。うん。え、こんな感じじゃないですか。はちみつはちみつどこだみたいな怖いあれみたいな、あの湯婆婆湯婆婆みたい こんばんは。なんかね、座ってると痛いんだよね。なんか結構地面の地面じゃないや、痛いんだよね、うち。痛い。変な座り方してるからかな。タタタン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 タタンタン。よいしょ。ハムスターを踏みます。どすこい。家がさ、映っちゃうから。感じに設置しないと。うん、できた。よいしょっと。よいしょ。ハムスター踏むなって。ハムスター痛いって。いやー、枕にもしたらちょうどいいんだよね。うん、女役司会で面白い人いますか？いるんだよね。なんか前、鬼滅の刃のさ、なんか今日コスプレして来てくれたり、なんかその一部一部で全然時間ないのに、わざわざ全部メイクも変えて炭治郎やってくれたり、今日うずいさんやってくれたり、そう、ドラえもんやってくれたりもして、います、面白い人いっぱいいますよ。あとね、おいみくり、今ねラーメン屋だよっつってね、ラーメン屋で働いてるところをね映してくれたりとか、あとはもう空をバックに、あの鳥の鳴きを聞こえてやったりとか、面白い人いっぱいいます。あとはやっぱみんな壁にみくちゃん あのポスターを貼ってくれとると、ふふ、うん、仕事場だよって言って仕事中に配信してる人もいますよ。うん、みんなすごいですよ。うん、はい、俺も職場から参加しようかなって、いいじゃん。いいところですよね。どこででも、どこででも、どこででも、どこへでも配信できるからいいですよね。気合入ってるな、みんな。うちも気合入っとる。限られとるんでね、時間が。気合入れ入れ入れまくり。
最近足つったことある、だってある、こないだ足つったっていうか、うん、かな。で、動いててつることはないんだよね。寝てるときにいつもほとんどつる。寝てるときか座ってるとき、動いてるときにはあんまつらん。そう、金縛りも最近全然ないね。大人になってからはなくなったかもしれない、わりかし。うん、1月の TDC って釣ってなかったっけ。あ、そう、言おうとしてた、やめたんだけど、そういう、そうなんだよね。 TDC を、そう、踊ってる時に足釣っちゃって、すごいもうね、本当に痛くて痛かったんだけど、まだアンコールの序盤、最初の方だったから、最後まで踊り切りましたよ。だってうちがいなかったら、なんかフォーメーション汚くなるしね。頑張りました、大変でした。でもソロコンもあったから体力つけてね、本当にね、うん、うん。なこちゃんを抱きしめたい？ねえ、なんかなこをね、チューしたい、抱きしめたいってさ、なんか言ってた、ファンの人に伝言で伝えてたんだよね。そしたらもう、なんて言ったと思います、今日ナコ。俺が行くから待ってろって言われました。あー、好きー、惚れたー、大好き大好き、もう結婚結婚結婚、絶対結婚する。ごめんね、ファンの皆さん、ミカはもう結婚します、本当に大好きってなりました。ってなりましたね、本当に。もうその時にファンの人がね、伝言で伝えてくれてて、なんかミクがナコに普通になんかその、会いたい、もう会ったらもうチューズ、もう大好き、抱きつくからねって伝えといてって言ったの。そしたらそのファンの方が、え、伝えてきて、ちょっとナコからもらった伝言言うねって言われて、何って言ったら、俺が行くから待ってろって、キュッてきました。ミクちゃんもチーンって感じでしたね、もう。矢吹美久になるの、はい、矢吹美久、なこ美久。はい、うちの将来の旦那さんです。とか言ってたら、エレタン怒る、エレタン怒る。エレタン怒る、うちエレタンと一緒に老人ホーム入る約束してるから、そうそう。うん、エレタエレタエレタねえ、早く会いたい、うん、後ろからゆっくりと接近中、うん、そう、全然会えてない、会いたい、私はあなたに会いたいですって。え、でもはちみつさん、この間オンライン来てくれましたよね。まあ、でも直接会いたいですよね、わかりみ、うちもみんなと直接会いたい。でも直接会えるよ、公演始まったから。七色公演は九州以外の方も来れちゃうので、まあ移動代高いですよね、はい、ですよね。でも直接お顔が見れるこの嬉しさ、幸せ。バズキンに通販で販売おめ、ありがとう。公演の倍率結構すごいよね、だって。え、でも結構うちのファンの方おった、公演、嬉しい、うちの思いが強いからかな。結構こけら落としも、うん、チームも結構ファンの方、ミクのファンの方入ってて嬉しかったです。
嫌なことを言われた時のメンタルの対処法を教えてくださいだって。悲しいよね普通にね。でもうちね、この悲しいという気持ちがあんまないんだよね。嫌なこと言われてメンタルの対処法を気にしないのが無理なんですよね多分ね。うちはうち人は人って思っておくことじゃないですか。だって人生って一番すごいの自分ですよ。私が息をしようと思ったら息ができる、私が歩こうと思ったら歩ける、私が何をしようと思ったらそれができるんですよ。あなたは神様です。宗教みたいになってるから大丈夫。他人に何を言われようと結局決断するのは自分ですよ。一番すごいのって自分なんですよ。だから勇気さえあれば自分で何だってできるじゃないですか。勧誘されようとしてる。だからまあそうね、嫌なこと言われたとしても気にするも気にしないも自分次第じゃないですか。だから本当に気にしないようにすればいいんですよ。あとは楽しむことじゃないですか。だって自分がすっごく楽しかったら最低に何言われようとしてもさ、今が楽しいんだから別に良くないですか。うちだったら、うちはいろいろも充実してるからジム行ったりだとか仕事もとだったりとか、これファンの方、大好きなファンの方にすぐ会えるショールームがあったりとか、だから別にそのなんかひどいこと言われたとしてもうちには好きな人がいるから、ここに。だからなんかあんま気にせんかな。別にミクが好きな人とうまくいってたらそれでよくないってなりますね。うちら両思いじゃんね。だからあなたも辛いなって思っても自分がそのね、楽しんどけばいいんです。だってあなたは私のこと好きですよ。私もあなたのこと好きだもん。だから両思いじゃん。だから他の人に何言われようとうちらが両思いっていうことにハッピーと思って生きとけばいいんだよ。ねえみんな、うちらみんな両思いじゃんね。うちも辛いことあってもうちらとあなたは両思いだよって思って生きてるから、もうねそうやって生きてきてる。だからあんま気にしないのが一番だと思いますよ。なんか全然勧誘じゃないですからね。勧誘じゃないですよ。あなたは神様です。やばいやばい、勧誘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 、やばいやばい。ありがとう、元気出た。だってはなちゃんにいっぱいあげる。そんな落ち込んでるはなちゃんかはなくんかわかんないけど、てれれれってな、勇気が出るハートキュンです。全然似てないけどあげるよみんなにハート。ツボツボが10万からですわ、やばい。ああ面白い、キュンです。買いますって、いやいや売ってない。売ろうとしてるって言わないで、売ってない。 HKT の林で一番声大きいかも。だってメルちゃんより大きい。うち今日オンライン握手会してたからかな、声がよく出る、声がよく出ちゃうんすよね。ボリューム下げた、今下げましたか。なんかね本当にね声がでかいって言われるからね、すいませんね。はい、声ちっちゃくしますよ。聞こえますか。はい、で普通に話しますけど、うわーってうわーってなったかな。普通に話しますが、今日はナッピと2人、今日そのナッピと2人、気をつけて好き問い続けを無視しよう。好きですってボリューム下げると眠くなるだって。
ナンピとは何の話する？めっちゃいろんな話する。普通に焼き鳥もこの間行ったし、ナッピー結構話し合うんだよね。話し合うっていうか面白い、何でもなんか楽しい、一緒にいて、うん、いぶきと何の話するの？いぶきはもう、あーもういぶきちゃんかわいいねって言って、いつも会ったらわーみくちゃんって言ってこう抱きついてくるのだからかわいいねって言って、かわいいねっつって、本当にかわいい、産んだ産んだ、もうかわいいねっつってね、かわいいですフ温泉入ってくるけどすぐ戻るからやめないで、だって。分かった、どうかな、分かんない、意地悪だから分かんない、終わってるかもね、あなたが温泉に行ってる間に終わってるかもね趣味が合うメンバーは、趣味が合うメンバーわかんないな、趣味が合うメンバーが、趣味がはよくわからんけど、でもまあジム行くけど、明日もジム行くんだけど、普通に前結構な頻度で日向とサイに会うかな。でもうちスケボーもするんだよね、普通にたまに、分かんない、結構男の子っぽいからちとはあのカラオケも好きだ、エレタンとかかな、エレタンとカラオケするし、歩くのも好きだから2時間くらい歩いたこともある。なんか普通に帰るときに自分が本当降りる駅じゃないところで降りて、あと歩いて帰ったりとかもするし、サウナも行く、サウナはサウナより岩盤浴行くかな、岩盤浴行くかな、サウナは温泉とかにあるでしょ、サウナはあんまり入る機会がないけど岩盤浴は行ったりする。昨日も岩盤浴行ってた、女性専用の岩盤浴なんだけど、なんかブルーライトがめっちゃ綺麗で、うちブルーライトめっちゃ好きなんですよ、そういうのが、ロマンティック系なのが、ロマンティック系っていうのが綺麗なのがめっちゃ好きだから、うわこういう部屋なんか引っ越した時に一つは作りたいと思いました、ブルーだけの部屋スケボーってどこでよくするの？あ、もう全然人がいないところ、公園とかが、とか、でも全然できない、なんか右とか左に行けない、まっすぐ行くのはめっちゃうまいんだけど、かな。プラネタリウムは、プラネタリウムも結構やるよ、好き。まっすぐ行くのうまい、バラってそう、まっすぐ進むのうまいんですよ、うちただ右とか左にはいけない、みくりんおじさん、ボムの見どころ教えて。ボムの見どころ、うちもまだ 見れてないんよね。でもあ、ちょっとつも、もうちょっとつもしんタイプ、あ、そう、スケバーね、ちょっとつもしんタイプ。でもひなたとエミリーもいいし、愛知と、愛知ペアもいいし、結構みんないいかも、栗山ちゃんもいいし、めっちゃうちって言う、うね、うちってめっちゃ言う、でもおかげでおうちっていうようになりました、お家って言わなくなりました、おうちっていうようになりました。そう、あね、松本さんと浜田さんとなんかトークした時に、お家のことお家って言って、お家って突っ込まれて、そっからもうちょっと恥ずかしいと思って、
直しました。いや、ほんと。あ、新しい生写真予約してよって、ありがとう。ポチャッコとコラボしてます。サンリオさんとコラボさせていただき、イエーイ。テトリスやったことある。あ、携帯のアプリに入れてた。めっちゃ暇な時とか移動時間にやってた。テトリスめっちゃ好き。うん、ナミクリン、うん、ね、懐かしい、懐かしい、うん、な、何話します。え、なに、最近ネットフリックスって韓国ドラマすごいの。ネットフリックス韓国ドラマ、うん、面白い。でもうち結構もう見尽くしちゃったかも。結構いろいろ見ちゃったかも。今日じゃあ11時に終わります。お風呂入ったりしよう。11時、うん、フォロワー多いんだね。何のこった。ラステルさん、よかったらショールームフォローしてください。いいことあるよ。フォローしたらもう明日、そうですね、1000円得する。うん、ミクのことフォローしたら勧誘。やばいやばい。ショールームフォロー勧誘。うん、明日ね、もういいこと起きるよ。うん。その代わりに手錠つきます。やばい。うちの言ったことだけど、やばい、うん、じゃあフォローしようかな。え、してなかったんですか。それはもう悪魔。それも悪魔、うん。今日の前髪何点。うち、うん、まあ普通6、まあ80点。サラサラしてるから、本当にサラサラ。ほら、髪の毛がさ、本当にサラサラな。サラ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 、どこも引っかからない。サラ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 、サラ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 、髪の毛うちサラサラ。最高。うん、いい感じ。タカタンタンタタンタタ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 タ。何？何言ってんですか、みんな。なんで草生やしてるんですか、そんな。え、やばくない？やばいのどっちだよってね。やばくない？なんでそんな草、なんで、何が面白かったんですか。何、ずっと話してたじゃないですか。何言ってんだか、うん。ミクちゃんおもろいって、ナオッチョマイトには負けろよ、うん、
ソンってソンよ。アンコールお願いで。やだスクショした。やだ何のこと何のことかな。でこでこでこつるつる。おお絵に描いたようにでこがつるつる。ライトにデコが反射してる。つるつる。すごい。つるつる。涙袋吸い取りたら羨ましいだって。いる？涙袋。なんかこことここピースしてこうやって引っ張ってなんかうんうんうんっていうのを20回やるとめっちゃ大きくなりますよ。ちょっと伝わるかな。今日やってないけど元の涙袋これなんだけど、今からちょっと裏でこれマッサージするね。これを引っ張ってってやるね。えどうしよう。じゃあ分かりやすいよね。こっちだけやります。こっちだけ涙袋作りますね今から。はい、涙袋体操してます今。3、4、5、6、8、9、10できました。あれそんな変わんないそんな変わんない。でもわりかしこっちの方が、まあ、もともとこっちの方が大きいけど悪くないですか。こっちの方がちょっと大きくない？ほらほらだいぶ大きいよ、だいぶ大きい。え破裂しそうなくらいこれいいですよ。こっちもやっとこう。これはなんか YouTube でバズっててなんかやったんですよ試しに。できたしたらなんかすっごくできる。これはなんかすっごいバズった。全アイドルがやるべきって。いやでもなんか AKB の選抜の時に教えました。これみんなにこれやると大きくなりますって。でもみんなもう歌番組の前の時みんなもうこれやるHKT のメンバーにもこれこうやって教えたらみんなすごいっつって。そういうのなんかよく調べます。顔がちっちゃくなるマッサージみたいなのとか。うん、やっぱ可愛くいきたいんで。僕もやろう、うん、みんなもぜひ使ってくださいこの方法すごくいいんで。私もやろうだってやってみて。あとうちの、特技なんですけど、よくメンバーを笑わせるときにやるやつがこれですこれは楽屋でメンバーがこう普通に話してて、なんか楽屋に鏡が15個くらいパッとメイク用の鏡が置いてあるんだけど、そう隣の鏡見たら隣の人の顔が見れるんですよ。だから鏡を使ってふっとミクのことを見た時にミクがってやってるとみんな笑ってくれるから結構なんか公演とかでもたまになんかやってますそうですね、メンバー大好き、笑ってくれるの嬉しいんですよね初見でされたらクソ笑うって。クソって言葉はダメですよ、使ったら。本当笑いますこれは結構昔からやりますね。なんかメンバーこの子の笑ってる顔見たいなって思ったのをってすぐ声やりますしたら笑ってくれちゃうじゃないですか、うん、そうメンバーの笑わせる顔大好き、うん、笑わせた時笑った顔が大好き、
スクショ39枚もしただって。イエーイ。笑いたい時に見て、悲しくなったら見ますだって。うん、悲しくなったら見て、うん、いつでも元気、こんなんでいいならあげる。待ち受けにすんのはやばい。うん、鼻のやつスクショ欲しいからもう一回お願いしますだって。いいよ、待って、タワー来ちゃった、待ってな、あんまできへんのよね。ひろゆきさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。ひろゆきさん、熊本じゃん、ありがとうございます。嬉しい。ミグが壊れる前に投げときましたって。ありがとうございます、嬉しいです。大丈夫ですよ、壊れません。いいネタ持ってるよね、だって結構何でも持ってる。あとなんかベロを折ることもできますよ。でも結構わりかしできる人いると思うんですけど、二つに折れることできるんですよね、うち。でもいますよね、結構できない。そう。できますね。あとはちょっと見たくない人はつぶっててほしいんですけど、関節めっちゃ柔らかくて、でき手を、なんだよ、お父さん指を後ろの方までできちゃうんですよね、うち。関節がいや、ついちゃうんだよね、普通に。ここに、こう小指の骨もあるんですかねっていうくらい、もうぺったんこ。マジすごい柔らかいんですよ、うち。イエーイ。うわうわうわって、お父さん指って呼ぶんだって。お父さん指、妹、お兄ちゃん、お姉ちゃん、お母さん、お母さん、お母さんどれ、あれ、お母さんどれだっけ。お姉ちゃんでしょ、お兄ちゃんでしょ。あ、お父さん指、お母さん指、お兄ちゃん指、お姉ちゃん指、子供、妹なんかな。え、なんかそういうのありませんか。ママどこ。知らないよ、だって本当なんかね、あった前、お父さんの隣がお母さん。あ、じゃあママだ、これが。ママ。パパ、ママ、お兄ちゃん、お姉ちゃん、妹だ、確か。うん。初耳ですか？なんかそういうのありますよ。じゃああれ知ってますか？腹ペコ青虫。ミク大好き、腹ペコ青虫の絵本、大好きなの。絵本で何が好きって言われたら、腹ペコ青虫っていうくらい腹ペコ青虫可愛くて好きなんだよね。知ってるでしょ？知ってるって。あの絵めっちゃ好き。普通にちっちゃい頃からハラペコアオムシが先生が読んでくれるのめっちゃ普通に好きだった。そう、あとリスが2匹いるのも好きだった。そう、グリとグラだ、グリとグラね、絵本も好きだった。うん、ハラペコアオムシって歌歌いよったな、なんか懐かしい。うん、うん。今も絵本見て、今は全然何も見てないですね。
きだったな。あれそんな歌ったっけ、歌あるよねって、歌あるよね、歌好きだったな、歌なんかみんなで歌っとったもん、好きで。てかお家が寒い、そろそろストーブ出さなきゃ。もうストーブうちにあったら一生離れへん、ストーブから。うちが寒いよ、独り言でけーだって。そういつもうちで独り言言ってる、誰も、まあ、反応したら怖いですよね。おうちいつも独り言多いんですよ、うち。あー帰ってきたー、今日も頑張ったなーっていつも言ってる。自分で自分のこと褒めてますよ、いつも。頑張ったなーっつって、今日頑張ったーっつって、あ待ってあれしなきゃじゃんっつって一人でいつも喋ってる。わかる？わかる？ほんと？誰もいないのにさ、ただいまーっつってさ、帰ってきてさ、あー今日も頑張ったー、うち頑張ったーっつって。でもここ最近ずっとリミカの家に住んでたから、住み着いてたから、ほんとでもリミカにも言われた、独り言やばいミクちゃんって。うん、そのデミカと一緒のベッドで寝てたから、もうね。昨日も岩盤浴一緒にデミカと行ったんですよ。デミカと一緒にお風呂入ったんです、初めて温泉。ミミかわいい、仲良し。うちすぐ寝るじゃんね、なんか人といると安心してすぐ寝ちゃうんだよね。だからそのリミカとの家行ってた時は結構すぐ寝てたけど、一人の時はマジで寝れん。うん、七色公演終わった後本当に全然寝れなくて、ベッドにはもう11時とかかな、まあ、結構わりかし早い時間帯にベッドにいたんだけど、本当になんか全然なんか眠れなくて、やっぱいつもその日は。わりかし5時ぐらいまで起きて、5時過ぎくらいに寝て7時か8時に起きて、なんか握手会だっけやりました。そう、これね、アドレナリンがねすごい出るんだと思う。全然寝れなかったよ。でもなんかここ最近はずっと目が覚めて携帯見たら9時45分なんですよ、毎回。だから大体の睡眠時間が8時間から9時間なんだなっていうのを気づきました。自分がその目が覚めるタイミング、なんもない時二度寝するけど結構寝る。いやうち結構寝ますよ、うちオフの日ベッドから動かないもん、ほとんど26時間くらい寝てたんじゃないっていう時もあるもん、本当に。なんね、本当にお腹空いてダメだと本当に喉渇いた以外外出ないんだよね、基本。学校はなくなったから生活リズム変わった、だって。いやあんまりそこまで変わってないと思うけど、あんまり太らなくなった。給食のカロリーが多分やばくて、うちにとっては。で給食めっちゃ好きなんよ、普通に食べたから。なんか胃がちっちゃくなったかも、学校行かなくなっ、行かなくなってじゃない、学校卒業してちっちゃくなったのと、あとは日焼けしなくなった、あんま外出ないから。あと朝起きるのがなんかそのなんて言うんだろう、なんかその学校で朝起きなきゃいけないっていうしんどくて、結構朝すっごくブラックだったんですよ、ブラックミクリンだったんだけど、うん、仕事好きだから
朝寝起きめっちゃ良くなった。何するかによるけど、なんかその強制的に起こされていくっていうのが無理で、でももちろん学校だから起きなきゃいけないんですけど、なんかその仕事は好きなんですよ。でも学校はね、そこまであんま好きでもなかったから、好きなことがある日はすっごくいいよ。朝目覚めるから今すっごくいつも毎日よく普通に朝パッと目覚めれるんですけど、その当時学生だった頃はもう強制的に絶対起きなきゃいけないじゃん、絶対歩かなきゃいけないじゃん、もうそれが本当にメンタル的にもしんどくって、毎日毎日イライラしてました、はい、仕事が終わっても明日絶対起きなきゃいけないじゃん。金曜日が本当に好きで、うち金曜日が本当に好きだったんですよ。金曜日、木曜日寝るじゃん。金曜日になって。本当に嬉しいと思って。明日も明後日も休みじゃん。でも、わりかし月曜日も好きだった。なんでかっていうと、お父さんが月曜日休みなんですよ。仕事が。お父さんと長く一緒の時間帯を過ごせるっていうので、まあ、月曜日も好きだったから、火曜日と水曜日が本当に嫌いで、火曜日と水曜日が本当に嫌いだったの。もう火曜日はもう気持ち的にしんどくって、水曜日はもう体力的にしんどくって、木曜日はなんとか金曜日が来れるっていうモチベーションで生きて、金曜日は本当に楽しかったね。で土日はもう記憶ないくらいに楽しんでるでしょ。で月曜日パパが休みだから普通に嬉しいじゃん、もうって感じだったな。もうそのあ、でも変わったかも。あのね、学校卒業してから何月何日何曜日か分かんなくなりました。今2020年だよね。そこ自体怪しいもん。今2020年っていうことは分かるけど、それ今日何月何日だっけって言って、家のさ、お家にカレンダーいっぱい貼ってあるんだけどさ、全部さ10月からさめくってなくってさ、そのもう今日起きてカレンダー見て、明日何しなきゃいけないかなとかカレンダー見るじゃん。カレンダー見るけど、曜日と日付が合ってないのよ。だから、待った今日あれみたいな感じになって、で携帯見るじゃん、あそこ11月じゃんって思って、時はまたそうになっちゃった。カレンダー全部11月にしたけど、学校行かなくなってっていうか、学校をね、まあ、卒業してから何月何日何曜日っていうのが携帯見ないと分かんなくなりました。ちなみに今日は何曜日か分かる。今日はね、金曜日？ん？今日はね今日は何曜日だ？今日何曜日？火曜日だ。今日火曜日わかんないのよ、今日何月何日何曜日だってね。え、今日ね、火曜日でした。うん、その日の仕事とその日の日にちしか把握していくからさ、何月何日何曜日か分かんない。でも結構多分メンバーあるあるだと思いますよ。うん分かんないです、その日が何日。明日水曜日だね。毎日違うお仕事してるから、学校みたいにさ、仕事場とか学校みたいにさ、そういうのがないのよ。学校みたいに土日休みでとかないし、仕事みたいにこの日は出勤この日は休みっていうのはないのよ。うちらはもう毎日毎日違う仕事を毎日やってるのよ。そうだよね、曜日をあまり気にしないんだよね多分。うん、あと握手会も今さ土日にあるとかじゃないじゃん。うちはもうフルブスをありがたくさせていただいてるので、土日当たり前の、まあ、火曜日とか今日もあったし、2日前もあったんだよね。だからその握手会で前区別もできてたんだけど、今そういうこともできないよねっていう言い訳タイムしてる今言い訳タイム終わった、うん、言い訳長いからうち、うん、言い訳させて、うん、タン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 、メイビーメイビー好きなのかもしれない。誰を？誰を？あ、
い空には雲は一つもない。メイビー、最近よく歌詞に突っ込んじゃう。私ね、走れペンギンの歌詞めっちゃ好きなんですよ。みんな好き？うん、サビで、サビが結構好きで、走れペンギンそこに立ってダメじゃないか好きなんだろうっていう歌詞が好きで、可愛くないですか。普通にペンギンに向けて歌ってるの可愛くないですか。ペンギンに向けては歌ってないかもしれないんですけど、ペンギンに走れペンギンってそこに立って走れペンギンそこに立ってダメじゃないか好きなんだろうと、ペンギンに、ペンギン走って、ペンギンそこに行っちゃダメだよ、ペンギン好きなんでしょ、ペンギン走って、ペン走ってって言ったんですよ。普通に考えて可愛くないですか、想像したら。声でかい、可愛いよ。走れペンギンの衣装も好きだし、歌詞も可愛くて好き、歌詞大好き。うん、うるさいだって、ソーリー、あー本当にごめんなさい、 sorry I'm sorry。 ね、すごいですね、ペンギンの衣装着てほしかったね、いぶきには着てほしいよ、かわいい。ユリアンさん、髪の毛入ってると綺麗なのに落ちたら本当に汚い、ユリアンです。うん、うわ、やばいやばい、ケリーさん英語で書かないで、 Sorry Sorry No English No No Minus ほんとにできないです。静かだと心配するからうるさい方が安心する、だって多分ショールームで結構大きい声出たりとかしてるから、なんか普通のなんだろう話してたりとか、普通なんだよね、普通に暮らしてたらなんか元気ないのって言われちゃうの、それがすごいなんか最近大変だなって思うこと。ローラさんの真似できそうね、オッケー、ローラだよ、本当にね、もう困っちゃう、なんかみんなが本当にこう元気ないのとか元気なのに言ってくるから、もうローラ困っちゃう、本当に OK、 本当につらいよ。うん、最近の悩みは、うん、そうだね、本当にそれがつらいかな、うん、全然ない。うん、もっと声高くすればいける、だって本当に、え、嬉しい、こんぐらいの声かな。うん、でもまあみんなに、まあ、ローラさんのモノマネは全然似てないって言われるんだけど、でもまあ私的には、うん、全然似てない、うん、変わってない、ローラだろ、ローラだよ、全然似てないよ、やめて、うん、壁薄いマンションとかに住めないね、だって壁薄いかも、うち今うち今壁薄いってどんな言葉うち今壁薄い、うちね、うち、うちじゃなくてうち、うち、うん、うん、やばい、よし、
対しろ。もう23時じゃん。本当だ。甘栗さん、身長何センチですか？身長151、詳しくは 150.5。 今ねちょっと痛いのを我慢してるんだよね。歯が痛いんだよ、ずっと矯正中だから。今日付け替えたの、歯を。すっごい痛いんだよね、本当に。もう本当に痛い。金が痛い、痛い。すっごい我慢してるの、さっきから。でも矯正の中でこのうちのこの矯正が一番痛くないんだって。なのにこれで痛いってことは、なんか裏側矯正とかね、なんかいろいろやってる人の矯正はどんだけ痛いんだろうと思ったらもう涙出てくるよね。みんな頑張ってるよね、本当に。痛い。痛いもん。痛い。痛い。でもすごい歯綺麗になったと思いませんか、うち。ほら。うん、なんか前は結構出っ歯だったんだけど、こっち横の歯を前に出していってるから、これでまだ1年も経ってない。何やってんの？だって歯見せてる。前の写真見たらめっちゃわかりますよ、なんかもう結構みたいな感じでした。うん、綺麗になってる。あとは歯を作ります。歯を追加します。可愛くなろう。あはははは。作る？そう、歯の大きさ変えるの。頑張ろう。可愛くなりたい。結構歯って顔の印象変えますよね。あ、インプラントか。インプラントにはしないです。なんかもともと虫歯とかでもないから、全部の歯抜くのもあれじゃん。しかもなんかそれって取れた時嫌だし、なんか大人になるまで持たないから、お金もないから、お金ないからできない。お金もないし、今はインビザラインっていうのをやってます。矯正当たっ、そう、この矯正代も安い。親知らずは抜いたの。親知らずが生えてくる前に奥歯4本足りないんだよね、うち。
ここで歯が終わってるんだよね。ここまで多分行く、ここに何もう顔の終わりがあるから、そのいやここが奥歯なんだけど、そのもう一本あってもう親知らず入ったらここになっちゃうのよ多分。だからその私のその顔の作り的にもう歯が入れないんだよね、うちの顔の中に。だから親知らずは一生生えてこないって言われた、歯医者さんに。なんかすごい結構なんか親知らず生えるの怖いんですよねって話してたんだけど、この今つけてるんだけど、え待ってって、あ田中さん、あれちょっと待ってね、田中さんちょっと一回あーしてください、あーってあーしてくださいちょっと待って、はいあーってやったんですよ。え1,2,3,4 あれあれ田中さん4本歯が足りませんねって言われて、じゃあ元から4本ないんだよ歯が。はい、番号虫歯じゃないからね、うちのこれも番号。うん。歯が足りません。うん。ポジションがないんですよ、歯のポジションが。うん。うちね、NNB のなぎちゃんいるじゃないですか。なぎちゃんの笑顔がめっちゃ大好き。なぎちゃんの歯めっちゃ大好き。うんーって感じのやつ。可愛いですよね。はい、渋谷なぎささん。あんな笑顔、可愛いですよね。みく、秘宝、みくりんの奥歯、選抜落ちだって。あー、かなっちーん。ピエン。なぎちゃんかわいい。歯が痛い。歯が痛い。なんかね、夜になると痛くなるんだよね。何なんだろう。歯が痛い。でも一個一番痛くないですって言われた。痛いじゃないか。普通に痛いじゃないか。なんかすごいな、うん。誰？痛いじゃないか。うん。本当にそろそろ仕事に戻りました。うちもそろそろランキングも。ででん。13位は東橋8階、12位ヒロポンポン、11位シロさん、10位はカトキチ、9位はスキツタイトモモ。9位は好きだよたまま、8位はみつのりさん、7位はしげぴーさん、6位はニコちゃんマーク、5位はデューチャーチャルビーム、4位は直樹さん、3位は銀地のけんさん、2位はただのメガネさん、1位はひろねこひろゆきさん。寂しいね、寂しいね。でも明日もやるからね。あ、ここで告知。でででん。何の告知かというと、ショールームの告知。でででん。ただのプライベート。でででん。明日、なんと見に来れる方も少ないと思うんですけど、何年ぶりか、になると思うんだよね、多分。に、が登場します。あの人が登場します。あのお方が。やっぱこの時期といえばですよね。この時期といえば。もう、あ、ミクコは最近できてない、ごめんね。誰だって感じですよね。あ、ちょっと書かないでくださいよ。分かっちゃいましたか。いやね、ヒントはあのこの間冬服に全部変えたって言ってたじゃないですか。見つけちゃったんだよね、眠ってたあれを。
笑い方気持ち悪いよね、ごめんね。はい、なので明日はそれを登場させたいと思います。何時からだって。明日は夜、昼はジム行ってるから夜です。じゃあねー、歯が痛い。バイバーイ。